小室圭二2回目の司法試験落ちた。え、あれってさ、2、回までしか受けれないみたいなこと言ってなかったっけそれ日本なんだ。小室圭の奥さんってなんであんなにメディアの露出激しいの <laughs> <laughs> 皇室や彼は。彼女は。皇室やもう、な、一般人に嫁いだからもう許したってくれ。俺好きなんや、あの子が。幸せだってほしいや。 まこちゃんみんなで応援してやってくれ。二 <laughs> 人で写ってる写真クソ知らせそうまあ、恋は盲目だからな。いいんだよ、本人たちが幸せ,幸せだっていうのがもう全てだ。今年27歳で転職活動70社落ちてるけど、もう光が目見せんどうしたらいいですかいや、お前頑張ってんじゃねえか。お前七十、お前すげえぞ。お前70回負けて立ち上がってる。お前はもう、もう止まるな。70回負けて、 ない、一回でも勝ってたら希望って見えるじゃん。でも、70社落ちたんじゃないお前70回立ち上がったんだからもう、すぐ、71回目。阪神にもまだ希望があるってこといや、阪神じゃないです、普通に。あの、その70回負けたやつには希望あるけど、もう阪神には全然ないよ。どう考えても優勝できないし、100%。